ノガイは、ジョチウルスの有力者。チンギスカンの長男、ジョチの血を引く王族で、ジョチの七男ボアルの長男、タタルの子、すなわち、ジョチの彦である。修士などのペルシア語資料では、ムーキーと表記されている。徳田とノガイの戦闘バトゥハンの時代から、ジョチウルス右翼諸群に属していた、ボアル家の後継者として活躍した。 ベルケ藩の時代、1260年に、フレグ生成軍に参加していた、同じとこであったトタルが、反乱罪の権威で処刑され、四番の四男バラカンやオルダジナンの栗が、不死に死する事件が起きた。これら一連の事態をフレグの陰謀とみなしたベルケは、フレグの本拠地となっていたカフカス山脈以南のアーザルバーイジャーン地方へ、遠征軍三万機を派遣し、ノガイは、 これの指揮官として、フレグハンやその後継者であるアバカハンなど早々期のイルハン朝の軍団と交戦し、多くの武功を立てた。1265年7月には、東ローマ帝国に出兵し、ミカエル八世、パレオロゴスの軍を撃破すると、トラキアの街を破壊した。その後、ミカエル八世の娘、エウフロシュネーを日に迎えて、東ローマ帝国と同盟した。 同年冬に、フレグが没した、直後のアーザルバー・アイジャーン遠征では、カフカス山脈東部のダルバンドを越境して、イルハン朝勢力下のムーガーン定地地方の、倉川北岸で、アバカの弟君、ヨシムトと激戦となった。ここでノガイは片目を失い敗走した。これを受けてベルケ自らが軍を率いて申請し、ダルバンドを越境して、トカのために倉川を、 シフリス付近まで遡上していたが、1267年1月に、この地でベルケは休止してしまった。その後、モンテテムル藩の時代になると、野外は、タイル藩朝鮮駅の前線式から退き、代わって、バラカンの息子特大が、タンマチ軍を率いて、カフカス北麓のテレク川流域に遊牧地を与えられた。これに伴って、野外には、 ジョチウルス最西端にあたるドナウ川下流域に遊牧地を与えられることになった。イルハン朝との戦いなど様々な戦いに参加している。彼の勢力圏はジョチウルスの小王族の中でも最も西部に位置し、ウルスの外にあるリトアニア、コンスタンチノープル、ハンガリー、ポーランドにたびたび出兵して勢力を拡大した。1280年、 モンケテムルが死去すると、左翼諸軍の統帥で、オルダウルス当首コニチと協議し、その後継者に、テムルの息子ではなく、バトゥケの最年長者であるモンケテムルの自定トダモンケを、擁立した。この年にはクビライが、カイドル討伐のために、ミコノムガンを、中央アジアへ派兵した時期で、対応元とウルス対策を、コニチ、トダモンケと共に協議している。 この時期には野外は、右翼の最有力者にまでなり、その影響力は右翼のみならずジョチウルス全体にまで、及び、ウルス全体の実力者として認められていた。しかし、1287年に、トダモンケが、イスラーム神秘主義に傾倒しすぎるという理由で、モンケテムルの長男であるアルグア十男トゥグリルチャ、そしていとこのトレブカラを主犯とするバトゥカナイブの、 王族たちから排位される事件が起きた。トレブカは、モンケテムルらの長兄であったタルトゥンの息子であったため、長子相続を主張しておじ、とだ、モンケ排位に協力した王族たちとはかり自ら即位、した。しかし彼らは、この一連のクーデターに参加していなかったモンケテムルの、息子であるグいの弟であった、ドクタの有能さを認めており、ドクタを抹殺しようと画策していた。 トクタは、カフカス教育を陳部していたベルケチャル家のイルキジの元へ逃亡し、バトゥ、ベルケ以来の女中留守の重鎮となっていた野外に援助を求めた。野外はこれに協力し、ドナウ流域にあった治療からドニエプル川を投信し、毛病を使ってトレブから王族たちを誘い出し、病気見舞いに野外の懲罰に来たところをトクタに襲わせてトレブから全員を殺害させた。 こうして1291年には、トレブカを暗殺して、モンケテムルの後南徳タを擁立した。しかしその後、徳タとも対立し、ついに1299年に徳タとドンカワカハンで、交戦した。この時徳タは敗北してサライまで逃走したが、この勝利に伴って、 クリミア半島の諸都市を略奪したためきかの将軍たちがこれを非難して密かに徳田に野外の捕獲に協力する旨を伝えてきた。カフカス北緑のテレク川流域の諸軍を味方につけた徳田はこれを聞くと体制を立て直して犯行に出た。野外とその息子たちは徳田の軍勢と交戦したが今度は敗北した。息子たちは ハンガリー方面の野外の所領へ逃げ延びたが、彼自身はこの戦いで戦死した。死因について、マムルーク朝の歴史家ヌワイリーは、ルーシ人兵士に殺害されたと述べており、終氏の著者、ラシード・ディーンは捕獲されて、特多の宮廷に連行される途中で負傷が悪化して、死亡したと伝える。1265年のアゼルバイジャン地方をめぐる。 教育紛争での敗退以降は、中央アジアのカイドやバラクとの紛争の最中、俺だけの小日やジョチケ総始となったモンケテムルなども、フレグ家に友好施設を派遣しており、野外自身も、ジョチウルスとアバカ、アルグンライルハンの君主たちとの友好関係を持続することに努めている。特大藩と不アになり対立した時期は、ガザン藩に調停してもらうよう依頼したが、ガザンは、 ジョチウルス内部の紛争には、不干渉を表明したタメイル班長を介した、調停工作は、失敗に終わった。ありがとうございます。